周回青番のバックスエッジ、誘導後ろ3番浦野義樹候補警戒、ラインもう一歩1番斉藤が5番手。さあ外上がっていきます。1番斉藤が上昇、前を叩きに行きます。ホームはカバンの6人周。さあこれ打ち抵抗を見せるは3番浦野。1番斉藤が前を押さえて、後ろ4番西田連携離れ加減です。さあ1番の斉藤先頭ですが、2番手から3番浦野がスパート、金が入って先頭取り返して3番の浦野。1番斉藤が車を下げました。4番手4番西田と合流。6番の長谷川が6番手最終周回。3番浦野の先行マーク、2番起こし、6番瀬川ライン先頭にまで3番手、1番斉藤4番手立て直していけるのか。バックストレッチ飛ばす3番浦野、番手絶好の流れで2番の起こし、6番瀬川3番手、1番の斉藤4番手変わらず最後の直線へ向かいます。3番浦野先頭、番手から2番の大越圭介、2番大越最後は捉えてゴールイン2番3番。